はい、どうもアンカーです。今回は、お待たせしました、K61 三色戦闘機ハヤテじゃないね、ヒエンだね、ヒエン乗っていきます。コメントで乗ってくださいというふうにね、リクエストしていただいたんで、ちょっとだけね練習期間を設けてその後、乗っております。今回武装は1型低仕様の、20ミリ歩行機関砲と、ホキトマルさん 12.7 ミリ機関砲の装備しています。まあ、僕はね20ミリの方がいいんだけど、20ミリがねちょっと、まあ、あれだからこの装備にしてます。で、まずコメントとね、一緒にリクエストと一緒にね、こんなコメントがあってね、まずハヤテとコルセアに勝てないどうしたらいいかっていうのがあったんだけど、まずヒエンはそもそもの話、日本機で一番格闘戦が、苦手な機体なんですよ。まあ、3人型がナーフされてハヤテが、実装されるまでの3、4ヶ月ぐらい、1年半年ぐらいか半年ぐらいは、最強クラスの機体だったんだけど、まず格闘性能が低いはずのハヤテがめちゃくちゃ、旋回性能が良くて、また2400馬力のエンジンを装備しているので、加速力、上昇力、最高速度が、どれも優れていたんですよ、実装時から。でもその後、最高速度の、バフが入って、最高で800キロ近くまで、出すことができるようになりました。ヒエンも、OP って一時期言われてたんですよ。水平飛行で、700キロ以上出て250キロ爆弾を2発詰めて20ミリ4門で、かっ飛ばせると。 N ボールが実装されるまでは早くじゃないね、ヒエンが、たくさんいるような状況だったんですよ。昔の話なんで、僕もね記憶が定かではないんですけども、で、ヒエンを、実装時からほとんど多分バフが入っていない機体ですね、1500馬力のハヒト40、まあ、駅伝エンジンを積んでるんですけども、これがね多分ねいまいちな性能なんですよね。加速力もあまり良くなくて、上昇力も良くない。で、加速力が良くないのトップスピードまで、達するまで時間がかかる。まあ、これが高ランクで生き残れない理由の一つなんですけど、今、実装されている機体ラ7、ラ5、ハヤテ、そして、N ボル、コルセア。 N ボルはちょっとね加速がね高馬力のエンジンを積んでる割には鈍いんですけど、まあ、機体重量が重いので、ダイブした時、の加速性能は素晴らしいですよね。でも他の機体は普通に水平飛行しててあっという間に500キロ600キロ、はたまた700キロまでは到達することが容易にね容易なほど、加速力が非常に優れているんですけども、このヒエン1500馬力でただでさえ、高ランクが2000馬力、1800、2000馬力、2400、2800馬力なんてのがたくさんいる中で、1500馬力での性能なので加速力も非常に低い、上昇力もあまり良くないので、まあ、今みたいに最高速度で追いつけないなら予測進路に飛び込んだ方が、撃墜することができるっていうのが一つの回答なんですけども、まず格闘戦、まあ、次は格闘戦だね。格闘性能は、Nボル、N 型サンダーボルトよりも高くて、コルセアマーク1マーク2よりも悪い機体となっています。多分ね、上昇力勝負になれば、まあ、ダイブした後の上昇力勝負であれば、正気にも勝てるぐらいの格闘性能はあるんですけど、普通に水平面、同高度で解敵した場合の格闘性能でいうと多分正気よりも悪いです。これがどういうことかというと、ヒエンは、史実では、格闘性能と高速性能両方を、追求した中戦と呼ばれる分類で、一応、ね、カテゴリー的には軽戦なんですけど、中戦という、まあ、速度と、火力、運動性能を兼ね備えた機体として開発されているんですね。
で、そのため、主翼がね、高アスペクト比、縦横の比率が、長い、横が長くて縦が少し短めっていうね、高揚力の主翼を装備していますので、速度性能と格闘性能の両方を、兼ね備えているんですけども、これが、残念なことに、このゲームではあまり機能していないと。なので格闘戦は基本的に現金、まあ、1対1であれば、アメキに対して格闘戦を挑むのはまた一つの手なんですけども、基本的に後ろから、奇襲を受けた場合は基本的にはもう、格闘戦せずに、ブレイクしてオーバーシュートを狙うというような風が無難かと、僕は思います。まあ、これはね、まあ、ハヤテとコルセアに共通して言えるのは、加速力が良くて運動性能が高い、そして、機銃のファイアレートが高いなんですよ。ブローニングを6丁装備してますね、コルセアは。で、ハヤテは、20ミリ砲機関砲を4本装備しています。なので、基本的に一瞬でも車線に入ったら、弾が飛んでくるわけなんですよ。上手い人だと、車線に入る前からすでに置きエイムしたりするんですけど、まあ、大体の人は赤点を狙って撃ってくるので、できる限り相手の車線に入らないように起動するようなのがベストなんですけど、まあ、もちろんヒエンは運動性能が高くないので、残念ながらそのね、あらかじめ避けるという動きがほぼ不可能なんですね。なので、基本的に車線に入ったら C ぐらいの感覚がいいかもしれません。また、ノーマル機ですので、ラダーが取れたりとか、そういうなんだ運任せのはあまり機能しない機体でもあります。それでは、もう1試合行ってみましょう。2試合目です。2試合目はね、歩行機関砲4本の武装にしてきましたけど、最初に言っておきます、この試合はキル数は非常に少ないです。あくまでおまけだと思ってください。まあ、解説メインにやっていくので、はい、まずヒエンがね、強くない理由として、まず先ほどはね、運動性能の方を話したと思うんですけど、あと速度ね。で、やっぱりね、火力がね、非常にいまいちなんですよね。まあ、20ミリ4本なんで当たれば強いです。言っておくけど、当たれば強いんです。で、何がキエンの悪いところかっていうと、正気が、実装された時だったかな、確かね、正気が、実装された時に、保護機関砲正気積んでるじゃないですか。で、正気は保護機関砲を、2本積んでて、で、その後ハヤテについて話されたんですけど、正気の保護機関砲が非常にオーバーパワー OP なんですね。射撃速度が非常に速くて、ドイツの、20ミリ機関砲並みの速度なんですけども、発射速度がね、なんですけど、このヒエンは、なぜか修正も入らず射撃音変更だけということでね、まあ、これが弱くしている原因ではあります。で、ちょっと話変わるんだけど、今、スピットの奇襲が来たので、ブレイクしたんですけど、ここで旋回してるんですけど、本当はね、旋回しない方が良かったんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、ヒエン乗ってる人の大体の人が、まずこういう状況に陥るっていうのが、多いと思います。僕はこんな感じでね、落とされちゃうんですね。で、ヒエンに乗る上で、何が重要かって、まず周りを見ることが、非常に重要なんですよ。先ほどからずっと言ってます通り、ヒエンは格闘性能が非常に悪い、多分実装されている日本機の中で一番悪い機体となっています。また、射撃速度が非常に悪いので、この点を踏まえるとね、一撃離脱奇襲が必要になってくるんですけど、それを行うためにはまず味方との連携が必要なわけなんですよね。でも、まあね、大多数の人が思っている通り、このゲームに、連携なんていう言葉は一つもございません。なので、自分が連携していると思い込みましょう。
要は、2試合目の最初のように、変態飛行してきた人がいましたけども、あんな感じに味方の近くを飛びましょう。でも近すぎると、さっきみたいに、エンジン音で聞こえなくなってしまうので、やめた方がいいんですけど、ある一定距離を空けて戦った方がいいです。まあ最初、ダイブした際に、味方のポッケがダイブした際にちょっとタイミングずらしたんですけど、あれは、味方に、まあ、ダイブした味方に、敵が食らいついたらそれを援護するような、心構え、というかね、そういうのをやったんですけど、まあ、意味なかったんだけどまあそういう感じに味方を援護しつつキルを狙う、アシストを狙うっていうのが飛燕の今の戦い方です。今のここ重要だから、もしかしたらバフが入るかもしれないし、なんか修正が入るかもしれないんだけど、だから基本的に日本機だから格闘戦は得意じゃなくて、日本機だけど格闘戦はやらない方がいい、日本機だからこそ一撃離脱をするというような感じですね。まあひとまず説明が一段落ついたところで、三式戦闘機飛燕は、和製メッサーと呼ばれ、ダイムラーベンツ社製のエンジンを乗せてるのが特徴ですね。で、その見た目から、トニーと呼ばれたんですけど、トニーっていうのは実はイタリアのっていう意味なんですよね。まあこれはどういうことかというと、イタリアのマッキとかフィアットと酷似していたからなんですね。もしかしたらイタリアもこんな感じの性能になるかもしれません。それでは。